天下の大悪党、ここに見参。彼は魔王に一人背いた。無謀極まる反逆の数々、そこに仕掛けられた巧妙な罠。運命を奪うためなら手段を選ばず、松永久秀の悪がここに炸裂する。反逆の章。天下の将軍たる世をなき者にせんとは、松永久秀、この大悪党めが。愚かな一策で剣豪将軍たる世を撃てると思うたか。世は天下無双の剣の使い手。誰も世と戦って撃って取ることなど。天下の運命は我が輩の手の内にある。あ、もう天を手中に収めたつもりか。信長、我が輩をさっさと殺せ。お主にも、お主が作る未来にも興味はない。我が輩の描く未来、何人たりとも触れさせん。許す。うぬの未来は信長の手中にある。後悔することになるぞ。我が輩の運命は我が輩だけのものだ。なら楽しみだ。悪党はお好きかね。
全に包囲されていますが、吉田様は必ず破壊します。吉田西軍の御公儀の都よ。みやこよ、みんな頑張ってね。チュッ。雇われ助っ人、宮城石川五右衛門。鞭炮を使って織田軍を追い詰めるぜ。徐々に包囲網を切り崩そう。戦端を開いている味方を援護し前進だ。見ておれよ、敗の悪が信長の内臓をえぐる瞬間もな。やっぱ信長に従う気はないんだ、松永よ。まっ、お宅には世話になってる。付き合おう。ほう、織田の主力が閉じ込められた。あの女もなかなかやる。敵将撃ち取ったり。物騒な奴らが近くにおるぞ。どんだけザル守備なんじゃ。ダム近くに伏兵だ。敵は実に用意周到ですね。しかし、吉明様の滞在している場所をなぜ三好たちは知っていたのでしょうか。実に奇妙。手引きをした者でもおるのかな。作ったものを全てとよせ。
この人みんなにいるって聞いたけど。アクアカツアリエン敗北条件変更試し合い。よいぞ。
簡単には禁じ得ません。これは浅井の奥方にご機嫌を麗しよう。この修羅場でもそのふてぶてしい態度を改めないのですね。なんだね、修羅場にわざわざ飛び込む奥方に比べれば。あっぱれ、我らも続け。パチパチパチ、敵ながら拍手。男どもは勝手に不幸に落ちていった。結局頼れるのは自分だけね。ハイボン、兄上の身に危険が。今すぐ救援に向かおう。いつまで届けてるつもり、悪党さん。どうぞ我が輩に抱きつけられたと騒ぐがいい。だが賢いお主はわめいたりはしない。それは時期を伺っているから。さあ、何のことかしら。わかんない。やられた諸君、言いたかったかね。ご愁傷さま。兄上の登場によって戦局が変わり、我らは義明様を守りきることができた。ね、全ては信長様のおかげです。信長のおかげ、つまらん。信長の取り巻きは実につまらん。我が輩が小少将を抱きつけたことを見抜いておる。その上で我が輩を許そうとしている。そんなことは許さん。ならば我が輩は奴を撃つ。今回の変を受け、本国寺は解体されるそうな。ならば灰寺になる前に利用させてもらおう。この釣り鐘の根元に切れ込みを入れてと。これでよし。2回叩けば鐘は落ちる。我が輩は彼の下に立ち、信長に1回鐘を叩かせる。そこで我が輩はこう言うのだ。おお、なんと無価値な音色。信長様もぜひこちらでお聞きください。とな。信長が鐘の下に来たら我が輩は鐘を鳴らす。これで信長は鐘の中、一生暗闇。ああ、怖い。今宵は良い月ですな。この寺の鐘の音はこんな趣に合う音色を奏でるそうで。信長様、叩いてみてくだされ。我が輩がまず鐘の音色を試しに聞いてみましょう。
なんと無価値な音色。信長様もぜひこちらで。良き音色か。ならばもう一度聞かせてやろうぞ。あ、そんな、あ、ダメ。ああ、久秀、この信長をたばかりほふらんとしたか。許せ。